はい、加賀光正です。今回は行動のポイントを見分けるの続編です。前回枯葉に対してノンダイアトニック行動が、行動の進行のポイントになるという話で D7 のファのシャープこれを、重要視するという話をしました。で、同じように、枯葉の中には D7 以外もノンダイアトニック行動があるわけなんですね。で、順番に見ていくと、まず ABC 構成ですが、ここの D7 で、ポイントになると。で、また同じのが続きます。で、サビ。また G7 出てきました。Gマイナー。で、C マイナー、F、B フラット、E フラットメジャー、A マイナー、7フラット5、D7。ここまでは D7 しかなかったんですね。で、次、D マイナー、楽譜の方は G フラット7になってますが、まあ C7 的な感じでももちろん OK です。F マイナー、次 E7 になってますが、B フラット7でも OK です。で、ここで G マイナー、リハータルマーク C の3小節目 Gm、Gb7、Fm、E7 これって Gm はまあ当然ありますが Gb7 もしくは C7 っていうのは、Bb のダイアトニックにはないんですね。ということはアプローチした方が、綺麗になります。例えばこういうやつですね、みたいな感じですね。まあこれかなり素直に弾いてますが、アルペジオ弾いてますが、 C7 の時、これは本来 Cm が C7 になってるので、このミのナチュラル、本来ミのフラットがミのナチュラルになってるので、ここを狙ってあげるとみたいな感じです。そうすると強いです。次 Fm、これも本来は F7 だったのが Fm になってます。なので Fm の3度、これも3度が変化しただけなので、そこを狙ってあげると、Fm の単3度になっているので Aフラットの音ですね。次の、E7 もしくは Bb7、 これは、まあ、Bb7 って考えた方が変化したものが何かわかります。本来は Bb メジャーですよね。それがセブンスに変わってるわけです。つまりラのナチュラルがラのフラットになってます。で、気づいた方もいると思いますが、その前の Fm の時もラのフラットが変化してましたよね。同じように Bb7 でもラのフラットが変化してる。つまり Fm7、E7 のところはラのフラットを意識してあげればいいということです。ということで出てくるのが Gm7、C7 の時はミの音です。で、次はFm、Bb の時はラのフラットの音です。トゥデトゥデディトゥデタラルラ、今何をしたかというと、もうめんどくさいからミのナチュラルから始めました。タッタティデティッタティディレトゥタってやったのかな。で、ラのフラットに Fm の時の到着、もうこれで十分そこを表現しているということになります。まあもちろんここアプローチちょっと美味しいところなので、素直にダブディドゥブディドゥドゥブダディダブディディルみたいな3625フレーズを入れるのももちろんかっこいいです。で、もう一つ到着後の Eb7、これも変化してますよね。本来は Eb メジャーだったのが Eb7 になってるので、この音です。レのフラットです。これもアプローチしてあげるとかっこいいです。で、D7、Gm というわけです。はい、ざっと解説しましたが、ダイアトニックコードじゃない、つまりノンダイアトニックコードを見つけると、そこはぜひアプローチした方がかっこいいというものです。もちろん全部をアプローチするわけでは、する必要もないんですが、そこがクリアに見えてるだけで、あ、ここはちょっと置きに行こうかなとか、そういうのが、意識として働けるようになります。
これすごく重要です。他の曲でもそれがパッと見えるだけでアプローチの方法がだいぶ変わってきます。ぜひ試してみてください。加賀光政でした。それではまた。